レパードステークスの後一旦放牧に出しまして、帰ってきてから合わせて追い切り4本で出走になりますね。はい、週1回で4本です。販路を単走で53秒ぐらいという指示を出したんですけども、確か53秒5でしたかね。はい、まあ、予定通りの調教ができたと思ってます。この間が初めての長距離走だったんですけども、全然問題ありませんでした。関東エリアで出走するのは初めてなんですけども、ぜひこの先厩舎を背負って立つような馬に成長してほしいと思っています。見本についてから少し買い場が減ったみたいなんですけど、今ここに来て持ち直してきてて、まあ、今日も追い切りしたんですけど、まあ、いい動きしてくれてますし、立冬でしっかりやってるので、もう今日は感触確かめる程度で、あまりオーバーワークならないようにだけ、だいぶ体も買い食いが戻って良くなってきてるっていうふうには聞いてます。相手とか競馬場とかうぬよりも、この馬に関してはいかにメンタルをしっかり維持してスムーズに競馬できるかっていう方が大事なので、まあ、そこをまず頭に入れてレース行きたいなというふうに思ってます。まあ、前走終わった後は、まあ、放牧に出して、それで、まあ、今回のレースに向けてっていう形 で早めに入厩したので、まあ、じっくりと調教を進めることができました。まあ、先週しっかりやってるので、体の方はもうしっかり出来上がっていたので、まあ、直前はもう軽めでっていう姉妹重点で流した感じで調教を行いました。まあ、前走と同じぐらいの状態で臨めるんじゃないかなと、そのぐらいの状態で、まあ、前走で内田競馬もね、経験しているので、ね、またいい結果が出るように、祈ってます。ローズステックスから、はい、もう一回芝行くのかダート行くのかっていう話して、ましたけど、やっぱりちょっと芝ではもう一つ今のところキレがちょっと足りないかなっていうこと、まあ、距離があればなんとかって言ってましたけど、まあ、いいレースがあるのでね、はい、ちょうど、はい、レディースプレジードと、はい、JBC とチャンピオンズとあるので、はい、まあそれならっていう感じで、はい、まあ、ずっと厩舎においてね、はい、順調に調整は来てます。はい、水曜日の方にしっかり動かしてやったので、今日はまあ販路で、はい、まあ、いい感じでできてると思います。姉妹いい足使ってくれる子なので、はい、まあ、追い抜けば合うんじゃないかなと思ってますけど、はい、まあ、予定通り、1ヶ月ほど前に社大ファームさんから帰休してで、まあ、ずっと調整をしてきたという感じですね。まあ、リフレッシュはしっかりできてたんですけども、まあ、ちょっと馬が緩んでる感じで、こっち来てからちょっとピッチをこうぐーっと一気に上げてったんで、まあ、ちょっと馬がまだ、そのいきなり上げてったね疲れとかがあって、まあ、抜けきれてなくて、まだちょっと状態の方はね、まあ、本調子とは言えないんですけども、まあいい頃に比べればね、まだちょっと張りもないし、動きも、ちょっと今一つかなっていう感じはしますけども、地力のある馬なんでね、その辺でなんとかカバーしてくれないかなと思ってます。ララベル自体もう本当にデビューしてからね、万全な状態という時がまだ本当一度もないって言っていいぐらいな馬なので、それでこれだけのやっぱりパフォーマンスをね見せてくれてるんで、本当に万全になればっていうふうには常々思ってるんですけども、なかなかその辺がうまくいかなくて、でも、まあ、今回、一度レースを使ってね、秋のやっぱり JBC には本当にもう絶好調だという状態で一回使ってみたいなとは思ってますけどね。